中川自動車営業所所属車両中川自動車営業所は西日本鉄道のバス営業所の一つで主に福岡市都心部と南区東部中川市、春日市を結ぶ路線を担当する営業所表記はな1965年8月1日に開設された福岡県中川市道前5丁目36番地 BRT に 使用される連接バス渡辺通り幹線、専用都職の車両渡辺通り、日赤通りを経由し、シーサイド、桃地地区、天神と、西鉄大橋駅及び中川、柳川方面を結ぶ路線。行き先番号は、路線名である渡辺通りの頭文字を取って、W が与えられており、行き先、経由ごとに、W1W4 の行き先番号が与えられ、 東京島向けに導入された車両の外装デザインは通常の一般路線車塗装と異なりピンクをベースにしたカラーリングとなっている。車体側面は現行塗装のストライプをピンクで統一し前面、後面と両側面に行き先番号である W の文字が配置される。西鉄大橋駅を拠点に中川市内の地域輸送を担う路線。 現在は運休中161番2018年5月27日より運行されている創立110周年記念ラッピング車両で1950年代から1975年までの西鉄一般路線車の塗装を再現したラッピングが施されている2007年3月26日に九サ番の廃止に伴い6番が新設された6番の登場により 片江エの61番は1時間間隔となったが、野間し核副大病院間は30分間隔に増えた。系統番号に区3番が引き継がれなかった理由として、同時期に廃止された3番副大病院線との5乗を避けるためと思われる。基本的に中型車が使用されるが、大型車が使用されることもある。2010年3月27日のダイヤ改正で、 中川営業所の担当になった。それまでは、片い営業所が担当していた。移管後は日中のみ1時間間隔での運行となっている。副大病院到着後は、折り返しまで、片い営業所まで改装されて待機する。過去に担当していた系統を記す。一部区間が廃止され、路線自体は存続しているものについても記載する。九州がんセンター。 中川営業所レークヒルズのためへの車両の送り込みとして運行されていたが2021年3月13日の改正により廃止された。九州ガンセンター、中川営業所車両の送り込みとして運行されていたが2021年3月13日の改正により廃止された。東ずま若久の7番は現在路線名を中川フィーダーに変更して運行している。 IC カードを乗車券のにもかの使用が最初に可能となった営業所である。ありがとうございます。